ペペコと、ケープレル・ラベラン・リマ・フェレーラは、ブラジル・アラゴアス州、マセイオ出身のサッカー選手、FC ポルト所属。ポジションはディフェンダー。2007年に、ポルトガル駅化し、ポルトガル代表として、UEFA 欧州選手権に3度、FIFA ワールドカップにも3度出場している。欧州選手権では、3大会すべてで優秀選手に選ばれている。高いテクニックとポジショニングセンス。 速さと強さを兼ね備える。地元のクラブである SC コリンチャンス・アラゴアーノのユースで育つ。18歳の時に、ポルトガルの CS マリティモと契約。2002から03シーズンにトップチームに昇格。アナトリー V 諸別監督の信頼を得て、複数のポジションで起用された。翌2003から04シーズンの開幕前には、スポルティング・クルーベでポルトガルへの移籍が浮上し、2週間に、 渡りスポルティングの練習に参加した。しかし、両チームが合意に至らなかったため、もう一シーズンの間、マリティモでプレーした。2004年夏、100万ユーロとトネルラ3選手とのトレードで FC ポルトへ移籍。契約条項には、ペペの将来の移籍の際には移籍金の20%をマリティモが受け取るという条件も含まれた。移籍初年度こそ、出場機会に恵まれなかったが、 後アドリアンセが監督に就任した2年目以降は、チームの主力に成長。攻撃的な3から4から3システムにおける守備の用としてプレーし、スーペルリーガ連覇と達者でポルトガル優勝に貢献した。2007年7月10日、移籍金3000万ユーロでレアルマドリードに移籍し5年契約を結び、自身のアイドルの一人であるロベルト・カルロスが、現役時代に、 レアル・マドリードでつけていたものである、背番号3番が与えられた。当時は、選手として、ほぼ無名であり、高額な遺跡金に批判が集中した。しかし、遺跡1年目から、センターバックとして、イタリア代表のファビオ・カンラバーロラと、最終ラインを形成し、スペイン代表のセルヒオ・ラモスが、右サイドバックとしてプレーすることを可能にした。二千九年四月十一日のヘタフェ CF 戦で、 競り合った際に倒れたハビエル・カスケイロの足と背中を蹴り、一発退場処分を受ける。同僚のイケル・カシー・ジャスからもクレイジーだと批判されたこのプレーで、ペペは10試合の出場停止処分を課された。これにより、シーズンの残り6試合に加え、翌シーズンの最初の4試合も出場できないこととなった。処分後、ペペはなぜあんなことをやったのか覚えていない。今は、 人生で最も辛い時期だ。必要があれば引退も考えていると語った。2009から10シーズンは出場停止が明けた10月のセビージャ FC 戦で復帰し、グティのフリーキックからレアルマドリード遺跡後初得点も上げた。しかし、12月に行われたバレンシア CF との試合で、右膝の全十字靭体を断裂、全治半年と診断され、残りのシーズンを棒に振った。 マドリードダービーにて、セルフィオアグエロをマークする、ペペケガから復帰した2010から11シーズンは、代表でも共にプレーしている新加入の、リカルド・カルバーリョとセンターバックのコンビを組み、安定したディフェンスを見せた。これまでの実績を評価し、クラブは契約期間の延長交渉に入るが、年俸をめぐって交渉が難航。一時は、マンチェスター・ユナイテッド FC やインテルが獲得に、 興味を持っていると報じられたほか、ガゼッタデロスポルトはレアルマドリードが、ユベントス FC のジョルジョ・キエ・リーニに関心を持っていると報じた。最終的には、センターバックの選手として、世界で6番目に高額な年俸を400万ユーロで2015年まで契約を延長した。2011年4月に行われた、エル・クラシコ4連戦では、守備的 MF としてプレー16日のリーグ戦、 20日のコパデルレイ決勝では、リオネルメッシを徹底マークし、効果的な働きを見せた。続く UEFA チャンピオンズリーグ準決勝、ファーストレグでも着実に攻撃の目を積むが、後半にダニエウ・アウベスへのファールで、退場処分を受け、その後の2失点によりチームは敗退。試合後、この判定は物議を醸した。2013から14シーズンは、キャリアで、 初めてとなる UEFA チャンピオンズリーグ優勝を達成、センターバックでコンビを組んだラモスと共に大会優秀選手に選ばれた。同シーズンはイザムから欧州年間ベストイレブンにも選出された。2017年、2年の契約延長を望んでいたペペに対し、レアルマドリードは1年の契約延長を提示。マンチェスターシティ FC やパリサンジェルマン FC など、 複数のビッグクラブのほか、マヌエル・ペレグリーニが率いる中国リーグのホクカナツえの一席が噂された。2017年6月6日、自身のインスタグラムにおいて、2016から17、シーズンをもって10年間在籍したレアル・マドリードを退団することを発表した。唯一2年契約でオファーを出した、ベーシクタシ JKA、フリー一席、背番号は5番に決まり、 年俸は950万ユーロとされている。8月13日のアンタルヤスポルセンでトルコリーグデビュー。2018年12月、ベシクタシュの財政難により、ペペを含めた数人の選手の給与支払いが不可能となったことから、契約解除が成立。ペペはクラブの維持、ユニフォーム、調理スタッフのために、高額の現金が入った封筒を置き土産にした。2019年1月8日、 フルスの FC ポルトと2021年6月までの2年半契約を結んだポルトガル代表でのペペ2007年夏にポルトガル国籍を取得9月8日のポーランド戦並びに9月12日のセルビア戦でポルトガル代表に初選出されたユーロ2008ではポルトガル代表メンバーに選出され初戦のトルコ戦で見事初ゴールを決めた ポルトガル代表はベスト8に終わるも、ペペ自身は大会選定の優秀選手に選ばれるなど活躍を見せた。2010フィ f ファワールドカップでは、監督のカルロス・ケイロスにより、守備的ミッドフィールダーとして起用された。ユーロ2012では、ブルーのアルベスと共に CB を務め、前後試合にフル出場、準々決勝のチェコ戦、準決勝のスペイン戦では無失点に抑え、自身も、 大会通算でわずか2回のファールしか与えず、デンマーク戦では、先制点を挙げるなど高いパフォーマンスを見せ、2大会連続で、大会選定の優秀選手に選ばれた。2014FIFA ワールドカップでは、6月17日に行われた、グループリーグ初戦のドイツ戦で、トーマス・ミュラーに対する頭突き行為で、レッドカードを喰らい、一発退場となってしまった。ユーロ2016にも出場。 不祥のため、準決勝のウェールズ戦には欠場したが、決勝のフランス戦では、フル出場し、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。チームは優勝を果たし、自身も3大会連続で、大会ベスト11に選出された。2018フィーファワールドカップでも、本大会メンバーに選出され、決勝トーナメント1回戦のウルグアイ戦で一時同点となるゴールを決めたが、試合には、 破れベスト16に終わった。なお、祖国のブラジル代表としては各ユース世代を含めて、試合への出場経験はない。メッツェルダー、ラモスラとリーグ優勝を祝福する、ペッペ FC、ポルトレアルマドリードポルトガル代表、ありがとうございます。